こんにちは、経代理研の皆様。実はですね、クレジットカードが何らかの理由で使えない方もいらっしゃるんですよね。それは私も、以前までそうだったんでよくわかります。以前って言っても本当数年前なんですよ。最近はクレジットカードはね、キャッシング枠ゼロでショッピング枠だけでなら作れるようになったんですよ。でそこでですね、そんな私だからこそわかるんですけども、実はね、デビットカードっていうのがありまして、これは審査がすごくね、ないと言ってもいいぐらい誰でも作れるんですよ。デビットカードっていうのはクレジットカードとほとんど一緒で、作った後に入金をしておいたら、その入金の範囲で引き落としをしてくれるっていう形のものなんですよね。まあ、ですのでこの度クレジットカードが作れない方はデビットカードをね、契約してみてはいかがでしょうか。三井住友銀行でもいいですし、マスターカードでもいいですしね、モビットでもいいと思いますが、いろいろバーチャルカード、バーチャルカードじゃない、デビットカードがあります。で一番早いのが即日作れる LINE Pay のバーチャルカードなんですよ。ここね、 LINE Pay のバーチャルカードっていうのがありますんで、そこをやるとね、こういうふうに書いてます。バーチャルカードをすぐに発行、 JCB カードのオンライン加盟店でのお買い物にバーチャルカードを使って LINE Pay 残高からお支払いになれますということで、 LINE Pay のバーチャルカードを作って LINE Pay に入金をね、すると、ちょっと手間がかかりますけど、するとですね、そうするともうその番号で契約できちゃいますんで、諦める必要はないということになります。あとはですね、現金対応、振り込み対応も個別にしているということなんで、こちらの方は私がね、手順知りませんので、LINE グループの方でね、振り込みでお願いしますっていうことをこう、投げていただければ、小石というものが対応するようになっておりますんで、よろしくお願いします。それでは失礼します。